皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が超苦手な人の高校受験音読英語の4回目、今回は B 動詞、ね、ちょっと文法について説明します。文法って聞くと、ああもうそれだけで嫌だなと思うかもしれませんけれど、実はね、単純なんですよ。で、単純なことを長い時間かけて説明されると分からなくなっちゃうんです。ですからここで短い時間で単純なルール覚えちゃいましょう。まず一つ目です。ここでは am, are, is、 この3つを B 動詞と言います。ね、まだ過去形やなんかも出てきますけど、まずこの am, are, is が B 動詞ということを覚えてください。で、使い方は I am, you are, he is、 こんなように使いますよね。 am は主語が I の時だけです、ね、are は主語が you の時と、主語が複数形、ものが2つ以上、人が2人以上の時、are を使います。で、それ以外の時、is を使うと、ね、そういうことなんですけど、皆さんは使い方はあったら I am, you are, he is、 こんな風に使うんだよって、これだけは覚えましょう。で、 B 動詞は何って言ったら am, are, is、 これを B 動詞と言うと、これだけをここで覚えてください。ね、これを使った文章、ね、am, are, is を使った文章、この文章、疑問文にするときにはどうしたらいいか、これも実は単純なんですよ。で、B 動詞を主語の前に置く、これだけで疑問文ができてしまいます、ね、B 動詞を主語の前に置く、主語って何って、主語というのは誰々が何々をするって言ったら誰々がの部分ですよ。何々は何とかだだったら何々はの部分、これが主語ですよね、この主語の前に B 動詞、ね、am とか are とか is、これを置いてあげれば、何々ですかという質問の疑問文ができてしまうということです。で、丸1では、I am busy, I am busy、 私は忙しいです。B 動詞は am ですよね。主語は I ですから、この am を I の前に出してあげて、Am I busy? Am I busy?、ね、私は忙しい。まあ、変な質問ですよね。自分のことを聞くなんてね。まあでも、まあ練習ですからね。Am I busy?、これで疑問文が出来上がりです。2番です。You are a teacher. You are a teacher. あなたは先生です。ね、B 動詞、are、ここにありますよね。この are を主語 you の前に出してあげれば、Are you a teacher? Are you a teacher? あなたは先生ですか?ね、こういう質問の文章、疑問文が出来てしまうわけです。3番は She is Nancy. She is Nancy. B 動詞は is ですよね。この is を She の前に出してあげれば、これで疑問文です。つまり Is she Nancy? Is she Nancy? 疑問文の作り方ってこれだけなんですよ。 B 動詞を主語の前に置き換えてあげる、ね、こういうことです。そうすれば疑問文ができると。で、気をつけるのは書くときですね、この are が you の前に出てる。そうすると are は一番前に来ますよね。で、文の最初は大文字で書き始めるので、出だしの a 大文字になります。こちらも is が主語の前に来て文頭に来るので、文の頭に来るので、 is の i、 これを大文字に変えると。それから you 大文字になっています。 c の s 大文字になっていますね。 u の y 大文字、これを小文字にするのも忘れないでください。そして質問の文章ですから、最後はクエスチョンマークをつけますね。これだけです。ではちょっと例調してみましょう、ね、私が I am busy と言って、疑問文はって言ったら Am I busy? って皆さん言ってください、ね、You are a teacher、 疑問文はって言ったら Are you a teacher? って。3番も She is Nancy、 疑問文は Is she Nancy? って、ちょっと2回練習してみましょう。いきます。I am busy、 疑問文は Am I busy? 2番です。 You are a teacher、 疑問文は Are you a teacher? 3番 She is Nancy、 疑問文は Is she Nancy? 2回目いきますね。 I am busy、 疑問文は Am I busy? You are a teacher、 疑問文は Are you a teacher? She is Nancy、 疑問文は Is she Nancy? ね、これで疑問文、質問の文章はできてしまうということですね。 B 動詞、これを主語の前に置くと質問の文章になりますよと、
これがまず一つ目のルールですね。二つ目のルール、三番になりますけれど、否定文は何々じゃないという文章ですね。何々じゃないよという文章、これを否定文と言いますけれど、この否定文、これは B 動詞のすぐ後ろ、 B 動詞のすぐ後ろに not、 これを入れるだけです、ね、B 動詞の後ろに not を入れる。そうすると何々じゃないよという文章ができちゃうんですね。これも簡単ですよね。で1番 I'm happy、ね、I'm happy、 私は嬉しいとか私は幸せです、こういうんですよね。これ I'm というのは I am ですよね。ですからこの M というのは am が短くなっているので、ここの部分が B 動詞になります。だからこの後ろに not を入れて否定文は I'm not happy、 I'm not happy、 私は嬉しくない、ね、ないという文章が出来上がっちゃうわけです。2番は We are brothers、 We are brothers、 B 動詞は are です、ね、これ We are brothers、 私たちは兄弟ですという文章ですけれど、この are の後ろに not を置くと We are not brothers、 We are not brothers、 私たちは兄弟ではありませんという、ね、B 動詞 are の後ろに not を入れると何々じゃない、私たちは兄弟じゃないという文章になるんですね。否定文です。で3番が That is my house、 That is my house、 あれは私の家です。これ B 動詞は is ですから、 is の後ろに not を入れると That is not my house、 あれは私の家ではありませんという、こういう否定文ができるということです。これも難しくないでしょ、ね、am, are, is の後ろに not つけるだけと、これだけのことですね。では同じように練習しましょう。私が I'm happy 否定文はって言ったら、皆さんは I'm not happy こう言ってください。 We are brothers 否定文はって言ったら We are not brothers、ね、3番が That is my house 否定文はって言ったら That is not my house、ね、こういうふうに言ってください。同じように2回練習します。では行きます。I'm happy 否定文は I'm not happy。 2番です。 We are brothers 否定文は We are not brothers。 3番目です。 That is my house 否定文は That is not my house。 では2回目いきますね。 I'm happy 否定文は I'm not happy。 2番です。 We are brothers 否定文は We are not brothers。 3番です。 That is my house否定文は That is not my house。 できましたか？文法を覚えるときにはまず口に出して自分で何度もスラスラ言えるように練習するだけです。難しいことは考えなくていいです。ルールを覚えたらそのルールを使えるように練習を繰り返すと、ね、ただ繰り返すだけで自然に文法が身についていきます。文法が難しいと感じていた人はきっとこの繰り返すという練習をしていなかったんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん、ね、この動画を見終わった後で疑問文、否定文、実際に何度も口に出して練習してみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。